んだので出発的にはだいたい高速で20キロちょいなので下も10キロ30分あれば行くと思うので9時に出ようかな。左方向主な目的としては、福島の子どもたちの雇用で資金作りをしましょうというところで、笑顔カレンダーというのをカレンダーを作って、笑顔でそれぞれ埋めてもらって365日埋めてもらって、それで、そのカレンダーを作って販売する、それを資金にする。僕らの福島の現状から言ったらね、その1年7ヶ月経ってちょっと複雑になってきてるんだけども、うん、結局原発事故で放射能が降り注いでるのは事実で、そこからどうやって子どもたちを守っていけるかっていうことが一番大事なことなんだけど、僕の意見でしかないけど、僕は去年の夏休みに初めて保養に北海道に行かせてもらった時に、その時は北海道のお寺さんがね、そこで来ませんかということで行ったんだけど、そこは19年チェルノブイリの子供たちを雇用させていたお寺さんで、多分原発事故がなかったら20年目またチェルノブイリの子供たちをね雇用させるはずだったんだけど、原発事故があってちょっと日本ではっていうこともあって、でチェルノブイリはそこで終わって、で福島の子供たちいかがですかってことで初めて保養に行かせてもらって、で僕チェルノブイリのことも分かんないからいろいろ調べて、結局福島に行けるっていうことはどうしても被爆せざるを得ないですよね。まあその高い地域も低い地域もあるけど、その子供たちがの細胞が傷つけられていくし免疫力も下がっていくし、そんな中で子どもたちを守るために僕は保養は絶対に必要だと思ってるんですよね。どうしてもその傷つけられた細胞を回復させていく時間と場所が必要だし、だから保養は僕はずっと続けていかなくちゃいけないなと思ってるけども、現実的に1年7ヶ月経ってみると保養しづらい状況に取り囲まれているというかね、まずはその放射能に関するこう意識の違いがもう出始めてるし、それは当初からだけど、で国はもうずっと大丈夫大丈夫だって言い続けているし、でその保養事業に対する助成金も国はもう出さないんですよね。僕らの NPO で申請してもそれはもう出ないし、でそのだからそのでも実際問題として子どもを守るためには必要な活動なんですね。だからどうにかして僕は一人でも多く連れてきたいなっていうふうに思っているけど、なかなかそういう環境が作られてない現状がある中で難しい側面もいろいろ出てきたな。もちろんその助成金がね
出なくなってきてるから、その受け入れ団体の方も規模を縮小せざるを得なくなってきてるんですよね。うちの幼稚園で一箇所にポンと行ければいいけど、その助成金がカットされていくと規模縮小して、どうしても人数をね、だ去年100人 OK だったところが30人だったり、もう30人 OK だったところが10人になったりしていくから、でまだまだ福島でね、雇用できない人たちもいるし、でもその家庭環境とか、そのさっき言った学校長判断とかで子どもたちの健康が左右されていくのはやっぱおかしいんですよね。やっぱ全ての子どもたちが健康に育たなきゃいけないし、だそういう環境を作っていくよりもどんどんこう保養していく以外ないなと思うんですけどね。だから受け入れ団体がどんどん増えてくれて、いろんな選択肢があってほしいなというか、小学校の高学年で子どもたちだけで行って保養が一番多分多いんですよね。子どもたちだけで来てくださいっていう。でもその放射能の影響を考えたら一番行かなきゃいけないのは妊婦さんだし、結婚する前の女性の方たちだし、あと赤ちゃんだし、その放射能の影響の高い人たちから保養できるような環境が整ったらいいんだと思うけど、なかなかないんですよね。郡山の妊婦さんとかにも言われたけど、妊婦さんの保養ってないんですかねって、なかなかないんですよね。幼稚園の保養もそうですね。やっぱり親さんたちがついていかなくちゃいけないから、親さんたちごと保養を企画してくれるところはなかなか少ない。からいろんな人たちが保養に行けるようなプログラムがね、あちこちにあったらこう選択していけるなっていう。あともう一つ保養のお願いというかね、僕が思ってるのは、ずっと同じ人たちをずっとこう定期的に年に1回でも2年に1回でもずっと同じ家族、同じ子どもたちをこう受け入れていってほしいなっていうのがあります。それはチェルノブイリ見てて思うんだけど、また今年宮古島行けるわとか、宮古島行きたいとか、その今子供たちは何のこっちゃ分かんないと思うんですよね。幼稚園の子供たちが何で保養してるのか分からないだろうし、でも大人になった時に絶対感じると思うんですよね。なんであの人たちがあんなことやったのか。だから福島の子供たち多分辛い目に遭うと思うんですよね。今でもバカな学者が福島の女と結婚するんだみたいなことをどっかで発言してみたりするし、この間の郡山の中学生の女の子は結婚できるのかなっていうようなことも言ってたし、多分ちょっとね、大人になったらきつい現実になんかぶつかっていくと思うんですよね。広島の人たちがそうだったように、だからそこでこう子どもたちがなんか元気に生きれるために、こう保養先の人たちとつながってほしいなとかね、あとその時の一生懸命保養させた大人たちの思いを多分思い出してくれると思うし、僕たちを守ろうとしてあの時やったんだっていうかね、そういうことも含めて保養は大事だなと。あとこのお母さんたちをね、僕はなんかこのお母ちゃんたちがなんか福島を変えてくれると思うんですよね。やっぱ男はだらしない、僕も男だけど、やっぱりそのいろいろ行政に言いに行ったりね、その県とか国に物申すときに声を上げるのはやっぱり女性だし、なかなかね田舎の男たちは立ち上がらない。だから僕はこのお母ちゃんたちが福島の子供たちを守ってくれるんじゃないのかなっていう。でもそのお母ちゃんたちが疲れてるんですよね、その1年7ヶ月その放射能の、毎日放射能のこと考えなきゃいけないしね、この水いいのかな、食べ物いいのかな、この土で子供たち遊ばしていいのかなとかね、だからそういう疲れて来てるお母ちゃんたちをこう元気にさせないと、ちょっと福島の未来はないなという思いもあるんですよね。ここの新行事の、副住職の家内の佐々木瑠璃と申します。震災後、本当にもうわからないことだらけで、何が安全で何が安全じゃないかってこともすごくこう不安になりながら、
暮らしてきましたけれども、1年7ヶ月経ってみて、いろいろ例えば食品を測れることとか、あとは内部学も、数字で見ながら子どもたちのこう健康状態を確かめながら、被爆させないように、していくようなその方法があるですとか、外部被爆も測りながら、高い地域に子どもたちを高い場所に近寄らせないようにすることで、こう福島でもまだ生きていける道はあるんじゃないかな、ここを乗り越えて子どもたちを守っていける方法があるんじゃないかなっていうのがこの頃、感じられるようにはなりました。ただ、それが全部こう自分たちの力だけで何もかもやれるわけではなくて、やっぱりいろんなこう支援をしていただきながら自分たちも努力して、やっていかないとまだまだ難しいなっていうことがあって、先ほど主人も言いましたけれども、なかなかこう国の動き、 県とか市の動き、行政の動きが遅かったりこう協力的じゃなかったりっていうことがあるので、できればこう理解していただいている、まだ福島こう寄り添ってくださっている方たち の、 ご協力といただきながら、一緒に歩んでいただけたらなって思っています。よろしくお願いします。はい、一応 NPO のチーム二本松の雇用の窓口ですねの方をやらせていただいてます、松本です。はい、で皆様 の、 その雇用のですが、受け入れ状況と雇用に行きたいと思っている人たちをできるだけこうつないでいきたいと思っています。やっぱり先ほど道のり君が言ったように、まずお勤めしているお母さんたちの休暇が取りづらい状況がここに来て、起きているかなと。1週間とか2週間という保養は本来必要なんでしょうけど、まあ基本的に休めないと。そこをなんとかぶち破っていかないと、なかなかその本当に小さいお子さんですよね、一人じゃいけないような小さいお子さんから優先順位をつけていきたいんですけど、そこがいけない状況なもんですから、打開策がなんとかして見出したいなと。あとはもう僕も東方幼稚園とかとは別にですね、西野君とつないでもらって、北海道の丹羽さんっていうところと、去年の夏スポーツ少年団単位でなんとか1週間ほど保養に行かせてもらったんですけど、まあ、その時は行政、北海道の行政が資金があって行政として受けてもらったんですが、今年はその資金がないということで行政としての受け入れはできないという形になったもんですから、まあ、それでつながりが切れてしまうと、せっかくできた関係が途切れてしまうので、今個人的に、はい、ホームステイという状況を確立しようとしてます。で、今年も個人的に自分たちの子どもたちを連れて、去年ホームステイでお世話になったお宅にまたホームステイで行ったと。で、だんだん子と子のつながりを作っていけば、まあ、たとえ行政の補助が切れたとしても、万が一その受け入れ先がですね、だんだん縮小していったとしても、子と子でつながっていれば、夏休み遊びに来たよっていう、そういったノリで長くその、まあ、保養というか交流が続いていけるんじゃないかっていうのもあって、ちょっとそこは今いろいろつながしてもらおうかなと思っているところだったりします。はい、あとちょっと僕は今ちっちゃい嫁さんと子供が青森の実家に避難してしまっていて、一人でプラプラしてるんですから、まあ、寂しい思いするお父さんたちが減ればいいかなと思いますけどね。雇用という形で子どもたちをその何とか低線量被爆からですか、逃がしてあげて、避難しなくても家族一緒に、まあ、一年通して入れるような環境になっていけば一番いいかなと思ってます。やっぱりその低線量被爆が子どもたちとかにですね、どういう影響が出るかよくわからない、よくわからないんだったら最善を尽くして、はい、
来た行った方がいいんじゃないかなと思って、一緒にやらせてもらってます。よろしくお願いします。子供たちを守るのは親の責任というふうに考えて毎日生活しているんですが、放射能について何もわからないので自分でも勉強しながらどのように子どもたちを守っていくのか毎日毎日悪戦苦闘しながら生活しています。このくらいの小さい子だと言ってもわからないので親がどういうふうに何をして教えたらいいのかもわからなくて、とりあえずダメっていう言葉しか出ないんですが、毎年保養で保養に参加させていただいて、その場所ではダメという言葉を一言も発することなく生活できて、子供も親もストレス発散で思いっきり遊ぶことができます。そのような機会がたくさんできれば、どうしても福島でも頑張れるという気持ちにもなれるので、ぜひ機会があればたくさん利用したいと思いますので紹介よろしくお願いします。私は5歳、4歳、10ヶ月男の子3人の母親です。本当ならば車で10分くらいの自宅で、本当だったら幼稚園が別の場所に通わせるはずだったんですけど、東方幼稚園の放射線に対する考え方とか学生お母さんたちの動きを見ていて、やはり預けるなら東方幼稚園だと思って預けています。私は10ヶ月の子供がいまして、1月に本当だったらば仕事復帰しなければいけないんですが、正直今迷っています。子供を守るのはやっぱり母親ですし、現実雇用に連れて行けなくなる、仕事が休めないという状況で連れて行けなくなる、毎日そういうことで、ね、夜寝る前に思い悩んでいます。ただここに青空市場のお母さんたちとご飯を作ったり、やっぱりお野菜をいただきに来ると、まあ、同じく思い悩んでるお母さんたちもいるんだなと思って、心強く他の地域のものなんですけど参加させていただいています。雇用はぜひ子どもたちのためでも親のためでもあるので、お話進めていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。上の子が3年生の男の子で、下の子が今年長さんの女の子で、こちらは上の子の時から幼稚園にお世話になっているんですけども、主人の仕事の関係で今年の4月に隣の福島市の方に引っ越しをしなくてはいけなくなってしまって、で、まあ、小学校は地元の小学校に通わせるしかなかったんですけども、幼稚園あと1年だけで福島市の違う幼稚園に下の子を通わせなきゃいけないかななんてちょっとその時思ったんですけど、私の知る限りこちらの同胞幼稚園さんのように子どもたちのためにこう助産活動とか一生懸命されているところがうちの近くにはちょっと見当たらなくて、でちょっと片道3、40分かかるんですけども、あと1年どうしてもこちらの幼稚園にどうしても通わせたくて、今福島市の方から通わせています。そのおかげで本当に道のりさんとルリさんが全国駆けずり回って講演して
ていただいていて、でそのつながりで全国各地から本当に安心安全な野菜を定期的に送っていただけるようになって、でそれを少しずつ分けていただいてるんですけども、その恩恵も受けれるし、あとこうやって同じ悩みを持ったお母さんたちと意見交換もできる場があるし、でそれがなんていうのかな、心の支えになっているというか、自分の励ましに今すごくなってるのが現実なんですけど、で本当にこちらから分けていただいたお野菜も、例えばじゃがいも1個にしても、それを子供の口に入れるっていうか、食べさせてあげれることだけでも本当に何て言うのかな、安心感というか、あ、今日もなんか安心なお野菜を子供に食べさせることができたなとか、本当日々それの繰り返しで、未来に向けて悩んでるけど、こういう人たちに出会っていけるし、その応援してくれる人たちにも出会っていけるけど、ただ子供抱えて絶望の中でいる人たちが多いんですよね。だからもう危険だって言われても、きちんとこう光が見えてればね、外部被曝を下げるためにじゃあ除染しようかとか、内部被曝を減らすためにきれいな食べ物を食べようとかね、で子どもたちの免疫力を高めるために、傷つけられた細胞を回復させるために保養行きましょうとか、なんか具体的にこうしたらいいんだっていう、なんか光が、ね、見えない中でこう危険だって言われても、ただ福島の人たちを追い込んでいくだけなんですよね。だからもうそういうあったかい言葉や、その未来が見えない中でのなんていうのかな、危険だっていうことにも耳を塞いでる人たちがたくさんいると思うんですよね。もう聞きたくない、お世話のことは聞きたくない。だからさっきもお母さんたち言ったけど、僕も自分の子供どうやったら守れるのかって動き出したけど、結果僕は僕の大好きな子供の尿からもセシウムが出てるんですよね、被爆させてしまったね。でも僕もものすごい罪悪感があるけど、でもだからしょうがないって思ってしまうのか、でもそこから守っていく方法があるし、今僕のそのおしこから出た子供の体内からも抜けてるんですよね。だからきちんと守っていける方法もあるんですよね。だからそういうのをきちんと提示できるような、じゃあこういうことで悩んでるからこうしていこうねっていう場がなかなか福島にはないっていうかね。だから県外から来る人もただうわー線量高いねとか、なんかこう福島の苦しみやね悲しみのところから動こうとしてないっていうかね、ただ原発がいいとか悪いとか放射能が高いとか低いとか、そういうことばっかりで、子どもたちがどんなストレスを抱えているのか、お母さんたちがどんな苦しみの中にいるのかを考えずに、こう半原発だったり本社の問題を言ってることに僕はものすごい違和感を覚えるっていうね。だからもっともっと苦しんでいる人たちもいるし、そのだからそこが発信されていかないっていうのがまずね問題だと思うけど、なんか復興に向けて明るい話題ばっかりでね、農家の人たちだって苦しんでいます。だって現に有機農家の方が自殺されてるし、酪農家の方も自殺されている。そこまで追い込まれている人たちがいるっていう現状がなかなか発信されていかないから、しかももう福島は終わったことのようにね、なかったことにされていくのはやっぱり厳しいな。でも一番はね、その1年7ヶ月放射能が壊し続けてるのは子供たちの細胞だけど、その大切なもの、その夫婦の
間だったり家族だったりコミュニティだったり、本当にこの田舎の二本松でね大事にされてきたものがこう壊され続けているんですよね。僕は何回も言うけど、このお母ちゃんたちが僕は光になる気がするんですよね。こんな泣いてても多分子供のために一歩こう動き出せるのはお母さんたちだと思うんですよね。男はちょっと腰が重いというか、あっちにも嫁と子供に避難されて寂しいのいますけど、うちでたまにその寂しいお父ちゃんたちと飲んだりするんですよね。その母ちゃんと子供いなくなって、その父ちゃんたちも寝れなくて薬飲んでたりするんですよ。情けないでしょ、男嫁さんと子供いなくて夜寝れなくて薬飲んでるお父ちゃんたちがいるんです。福島ってすごいキュウリの産地だったんですけど、福島でもこんな立派なのはなかなかないよね。本当だ、すごいよねこれ。目玉ってすごい、また一人二本あてばになくなった。